はい。お疲れ様です。ええー、キックバック、いくちゃんです。はい。<laughs> ええー、今日もですね、動画始めてまいります。もう、これしかないですよね。今日はね、もうキックバック、パ,パーケンキックバック問題しかないですよね。はい。ということで、はい。ええー、さよなら自民党の33回目。 パーティー権問題で安倍派を追い落とせというお題でお送りさせていただきます。なんだこれが、くっついちゃった。はい、えー、っとですね、今日は12月、もうもう14日ですね。あれ ?14 日って、うち入り、えー、大石倉之助、吉良幸助之助、浅、えー、野匠の神ですね。 はい、えー。そんな日ではありますが、政治資金ですね。はい。ちょっとここから私のおさらいも兼ねてお話しさせていただきます。まあ、企業団体献金。献金献金だって2つおかしいですね。企業団体献金。これが、あえー、例えば、経団連の場合、毎年24億円の献金をしていると。はい。 それとパーティー権ですね。これは派閥、それから議員、個別ですね。それぞれ行っていますが、企業、団体、個人で、えー、ちょっとこれ問題じゃないのかというのは、えー、外国人もこのパーティー権を買えるんですね。そういう立てつけ、えー、なんですよね。それと、えー、税金からですね、政党助成金315億円というのが出ています。この括弧内の159億円というのは自民党です。 ちなみに自民党は大体議員がああ、国会議員が400人いますんで、国会議員だけで分けると、1人4000万ということなんですよ。恐ろしいですね。まあ、国民1人当たり250円ということではありますが、あ恐ろしい金額を、我々はですね、政治家に、えー、こうね、お金をお提供しているということですね。 公,公務員どころじゃないよね。公務員の方は皆さんちゃんと働いてくれますけど、この人たちはね、裏金作って銀座行ったり、ね、どこにお金使ってんでしょうね。でちなみにですね、パーティー券。私がですね、A 議員を,を応援していますと。じゃあ、その A 議員からあーあーパーティー券を大量に購入しますと。そうすると、A 議員はめでたくノルマを達成したので、えー、派閥からキックバック。 されますでそのキックバックしたあ資金はですね、えー、政治資金なんだっけ政治資金収支報告書というものに記載をしませんそうするともう領収書のいらない金つまり裏金ができてしまうんですねでその裏金を使ってまあ多分選挙対策であるとか、まあ、まあ人脈を作るとかそれから応援してくれた人にまたそこで またキックバックしちゃったりするんでしょうか。はいということで、だいぶですね、えー、お小遣いができてしまいますと。ということで、えー、今日のね、えー、国会終了したところで、岸田さんの記者会見がありましたが、と党,党三役をですね、えー、まあ、あの、 清、えー、和会安倍派排除のため、えー、閣僚人事をするとおっしゃってました。でも、すでにもうニュース、ね、この時点で出てますね、えー。官房長官は林さんと、それから、えー、あ,とあと2名の方の名前も出ていましたが、もうすでに決まっていますので、明日発表があるでしょうと。ということで、その交代された新しいね、えー、その ねえー、役員、等三役なのかな、えー、閣僚の方は、方々は果たして白なんでしょうか。それ以前に、それにも増して、岸田さんは白なんでしょうか。これでですね、もし岸田さんにもそういうことが、あまたキックバックなのか、何らかのお金の問題が、こうですね、えー、明らかになり、または交代したばかりのその、 えー、方から、な何らかのこう、ね、お金の問題が出てきたら、まあ、そうしたらさすがに岸田内閣は飛んじゃいますよね。まあ、それにしても、今回のこのパーケン事件というのは、パーティー券、キックバック事件というのは、大変不自然に思います。はいまあ、もこんなことあの、みんな、正解では常識、まあ、悪い習慣ですけどね。 えー、その収支報告書に書く必要もなくて、自由に金を使っていいんだよっていう、うそういう悪い習慣ですが、今さら高齢をです、ね、事件化して逮捕するだろうっていうのは、これをばらした、えー、ばらしたマスコミと今、広げてるマスコミ、これを裏で誰が操ってんのかというのを大変不自然に思います。はい 皆さんおかしいと思いませんかねこれね、まあ、もちろんこの、このパーティー、パーケンのね、キックバックじということはね、えー、裏金作りっていうことは決していいことではありません。で一人一人では大した金額ではないというけれども、まあ、この,せの自民党のというか、野党もこれやってますからね、金額が小さいだけで。もうもう政治家の,そのパ,パーティー ですねこのパーティーで、えー、お金を稼ぐというこのシステムがですね、もうというか、この仕組み自体がもうすでにいいもう改めるべき、まあ、なんか裏金のその怪しい温床になってますよね、だからそこをですね、検察もですね、もっと本当に突っ込んでもらいたいし、マスコミもですね、その裏側を暴くということをね、 こうなんか表層にしか出てこないようなことを話されてる、報道してるのがね、なんかもう、なんか怪しさを感じるんですよね。で、こんなパーケン騒ぎの裏で、まあ、ウクライナ支援金、それから尖閣諸島等に中国船がまたね、えー、さらに段階を上げてき、えー、ているとち。今やね、中国の船がに日本の船を取り締まろうとしてますからね、そのうち、だほされますよ、日本の船が。 それ、もう北方領土化しますよ、もう尖閣が。んもたもたね、あのー、弱腰な政権ではね、と川口市のクルド人問題や、リニア新幹線はさっぱり進まない、またここに来て、川勝知事があおかしなことお、この問題リセットしろとか、かえー、初めからやり直すみたいなことを言い出してますよね。それとスパイ防止法はさっぱり進まない、とと外国人は土地は買えるし。 ろくな経済対策は打たない少子化、異次元の少子化対策はどうなったんでしょうね。対面キッチンを作れば減税するとか、そんな対面キッチンリニューアルーするなんてお金持ちの家ですから、こんなところに補助したってね、<laughs> 出生率には何の、何の貢献もしません。はい。 ですが、まあ、このような政治、それから政治家を生んでしまったのは、この投票率の低さ、われわれ国民が選挙に行かないからです。ね。選挙に行く一部の支持者のために政治が行われているというのが、今、ね、現状ですよね。はい。ということでございましてですね、えー、ね、今日もですね、 次の選挙、知事選なのか、まあ、衆院選挙なのか、はい、えー、まあ、いずれありますね。ぜひですね、皆さんですね、えー、もう、おくだとか、もう、多分行かないとか、おっしゃらず、面倒だとかね、えー、ぜひですね、もう、選挙に行っていただきたいと。はい。で、えー、皆さんのお子さん、それからお孫さんがいらっしゃったら、はい、一緒に選挙行きましょう。ね、とにかく、あの、封筒を持っていけば、 ね、来たやつ、そのまま封も開けずに、あのー、どっかね、えーっと何、期日前投票所、ネットで調べればすぐ出ますから、はい、朝から晩までやってます、通勤の途中、それからあお休みの日でもやってますんで、そこ行ってください。え、はい、その時はですね、えー、最高裁、えー、裁判官の国民審査、これ全員にですね、えー、こうね、 罷免、えー、しましょう、もう抜点しましょう。はい、こちらもいりません。ね、とにかく、あのー、手術しなくても、ね、その人が女性と名乗れば、女性と認知すれば、もう女性だということらしいです。そうすると、これから、ね、大変な事件が起きるかもしれませんし、それを聞きつけた、えー、と海外の人ですね、外国人がやってくるかもしれませんよ。 でそ,そ,れそんな人たちが押し寄せたときに、じゃあ、町の銭湯が対応できるんですかね。もうそこをよく考えてほしいんですよね。えー、全くこう、なんうかな、そんな実際に起こる世の中のことも想像できないような裁判官はいらないと思うんですよ。まあ、確かにね、そんな裁判官の方々は町の銭湯行かないでしょうが、ゴルフ場とかですね、そういうところでも起こりえますよ。ゴルフ場の おまあ、ロッカールームや、えーねえー、お風呂、そういう施設、ねも、もしかしたら高級なジムでもそういうことが起,こり起きるかもしれません。ということで、えー、次の選挙ではあ最高裁ですね、2枚目に渡される紙では、あもう全員です、全員バッテンつけて構いませんので。はい、ということで、えー、今回もですね、 えー、動画、最後までご覧いただきまして、ありがとうございます、はいえー。なんかね、でもね、最近のこの、このパーティー券ですか、その金額が小さいんですよね。ごまあ、確かに額だけ、総額だけ聞けば大きいんですが、5年間の金額でしょ。昔はですね、ロッキード事件なんで、田中角栄さんは一発で5億ですからね、一発5億ですよ。もう最近は、もうそういうところからもね、もうデフレを感じますね。 もう政治家もせこいですよね、1枚、ね、2万円のパー券一生懸命やっ売って、で、裏金作って、えー、でね、あのー、銀座行ってんだか、どこ行ってんだか知らないですけど、もうやってることが本当にみみっちいね、ね、こんな政治家はもう我々、ねあのー、投票するのやめましょうというか、もう,もうね、まあ、1回の選挙ではなかなか改善しないかもしれませんが、とにかく、 うーもう自民党には入れるのを私はやめます。はい、えー。さよなら自民党ですからね。ちょっと最後長くなりました、くどくなりましたが、本日、これにて失礼いたします。動画最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。失礼いたします。